香川さんとかいろんな呼び方で呼ばれてます。相変わらず動ける範囲がお狭いことってきてる。今日ちょっと ここまでしか動けないんですけど、お願いします。メリークリスマス。メリクリ。こんばんは、こんばんは、こんにちは、くちゃんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あ、ちょっとそれ撮ってもらっていいですか。これです、それです。はい、こんばんは。中川さんが一番好き。ありがとうございます。なんか何でもいいんですけど、割と呼んでくれれば何でも嬉しいです。こんばんは、こんばんは。じゃあ今週の振り返りをしつつ、今日のお題をどんどん発表していこうと思います。毎日配信リレーでアプガニキメンバー全員でね、最近は毎日配信リレーをしているんですけど、昨日は森永のニナメウさんから回ってきたので、そのお題に沿って答えていこうと思います。昨日出されたお題はですね、なんかメンバーをコーディネートしてくださいみたいな話があったので、コーディネートしたいと思います。ルルルン。こんにちは、こちゃん、こんにちは、こちゃん、こんばんは。ニナメウさん、ニナメウさんです。こんばんは、こんにちは、こちゃん、みんなこんにちは、こちゃんで大丈夫です。すごいって感じの気分でやっていこうと思います。まあ見ての通り、中川千尋ハウスはあのクリスマスはとても満喫しておりまして、ただいまはクリスマス月間となっております。もう週間でいいのかな。でも今日でこれ、この配信セット見られるの多分ラストかもしれないですね。いいですね。こんばんは。ポニーテ振り回してください。後でやります。そうですね、やっぱこのクリスマスとは思い出があるようなないような。いや、もう一回解体しちゃってもう一回やり直しました。みやちちゃんからリース、え、リースありがとう。ちょっと待って、みやちちゃん今日はね、秘密のあるものがあるんですよ。みやちちゃんありがとう。あ、くまさんがどっか行ってしまった。みやちちゃん、リースありがとう。ちょっとこんにちは、仲がいるんですけど、こんな感じです。配信スタジオ、いや、お家でいいです。お家です。リースありがとう、みんなって気持ちです。ソイフォンさんからもリース、え、ソイフォンさんありがとう、リースです。って感じです。もう本当に当たるね、肘が。気をつけてやりたいと思います。よろしくお願いします。本物、本物です。内側に中側、とても自宅には見えないですよ。自宅ですよ。この後ろはちゃんと障子なので。すごいリース、え、嬉しい。本物のリースです。本物のリースって言ったらいいんですけど、リースです。ちょっとこれはあの自宅の玄関には飾れないというふうにあの家族から抗議が来まして、こちらの配信スペースに、はい、持ってこさせていただきました。本来はあの自宅とか、まあ、玄関ですね、玄関に貼るものなんですけど、飾るものなんですけど、そう、なんかお正月とかも飾るっていう、そういうノリでなんか飾るらしいんですけど、ちょっとやめてくれという声をなんつかいただいたので、ここでやらせていただきます。迷子のゆうくん抗議。そう、なんかちょっとね、そういう声をちょちょといただいていて、あ、なるほど、わかりましたっていうことで、そこであのなんでだっていうものはしないで、ここに、はい、やられてます。やめられたんですか。ほら、そうなんですよ。やめられたってなんかはっきりガサしないとか言われてないんですけど、なんとなく飾るのはちょっと遠慮しとこうかみたいな雰囲気だったので、そういう雰囲気でやっていこうと思います。まさかのクレーム、そう、まさか、自分でもびっくりしました。あの、せっかくこんなに心を込めて愛を込めて作ったのに、あ、あ、そっか、ま、水に弱いもんねっていう。そうそうそう、まあ、私はそこで「ええ!」とか言わなかったので平和になりましたね。ありがとうございます、本当に。ミス。正月飾りだと言い張れば。確かに言い張ったらいいのかもしれないですね。私のうちは割とあの節分がちでなので、豆をすごくまくので、あ、全然関係ないんですけどね。節分がとっても好きです。なんだろう、やっぱ豆まくの楽しいなって思ったので好きです。
皆さんなんか好きなイベント行事とかあったら教えてください。私もそれに合わせてなんか今回はクリスマスなんでクリスマスコーデ、今日はアグリセーターとか着てたりとかなんかそういうのあるので、よかったらこのイベントちいこちゃんなんか表しなんか表現してくださいとかなんかそういうのあったら教えてほしいです。楽しいことしたいじゃん。なんかこのリースさすごいさ、あのさめちゃあの松ぼっくりの殻が出てくるっていうちいこちゃんのおかげで世界平和、わかんないけどそうしたい。豆は誰にぶつけるの？あ、家族なの。鬼をローテーションするんですよ。鬼役？正確に言うと鬼役をあのローテーションして、その鬼のお面をかぶるんですけど、その鬼の仮面かぶってる人にこうやってウォーって投げるのが節分って感じですね、中掛けだと。あと犬にもちゃんと投げます。そんなボーンってなんかなんて言うんですかね、直接的には投げないんですけど軽く、レイちゃんも鬼は外悪魔打ちみたいな程度やります。ひな祭りが好きです。あの人形たち好き。え、ひな祭りね。オッケー。うちさ、うちの家族あの姉妹2人いるのにひな祭りあまり酔わないんですよね。ひな祭りね、ひな祭りってあれか、白、薄ピンク、黄緑とかだよね。ひな祭り確かに覚えときます。しっかり豆投げるんですね。あ、そう、やりますやります。レイちゃんぶつけられちゃう。そう、軽くです、軽くなんか前の犬はすごい豆食べるの好きだったんですけど、今の犬あんま好きじゃないので、 2,3 日すると鳥さん、チッチさんがたくさんお家にいらっしゃって庭にある豆たちをとても食べてくれるっていう行事ですねひしもち、あ、ひしもちね、確かにあったわそういうの。あ、今チコちゃんも鬼になるんですか？なります。私が鬼になるとお姉ちゃんがすごい勢いで豆を投げてくれます。いつもベムちゃんからミラーボール、ありがとうベムちゃん。いや、ちょっとキラキラタイムしてるわありがとうございます。チッチさん可愛いね。チッチさん本当ありがたいです。チッチさんはお家のあの柿の木も、柿の実も食べに来てくれるので、渋柿とか結構食べに来てくれるので、私的にはちょっとギョネスっていう気持ちですやっぱ渋柿ってさ全部食べきれないんですよね。やっぱ渋柿で食べないといけないから、あの手間が結構かかるのでなかなかできないんですけど、チッチさんが食べてくれるので平和です。今昨日かな、なんかお庭にたまたまじゃないけど、お庭にちょっと出て歩いてたらなんか柚子がすごいなってて、なんかもう花束みたいに柚子がなってて、はあ素晴らしいと思ったので、明日でも写真撮りたいと思います。明日にでも写真を撮りたいと思います。うちの実家も渋柿植えてある。あー、ありましたね、やっぱ渋柿って。私の家は渋柿と甘柿どっちもあって、渋柿の方が多分多いんですよね。甘柿の木多分2本ぐらいしかなくて、あ、もう1本しかないのかな。いや、1本でした。でその1本も結構な玄関に近いところにあるから、お父さんがねちょっと前にすごい切っちゃったんですよ。でも私の食べ物、私のなんておやつはその甘柿しかないのに、お父さんにすごい切られてすごい悲しい子ちゃんだったんですけど、柿ってやっぱすごくて、葉っぱもいっぱいになるし、すごい実もたくさんなるのでびっくりしましたね。なんか冬、そうですね、全部葉っぱが落ちたからすごい枝切っちゃって、これじゃ来年の甘柿何にもなんないじゃん、悲しい子とか言ってたんですけど、全然大丈夫でした。佐藤さんから花束、あ、ありがとう、ゆずの花束ありがとうございます。サイフォンさんからバラ、ありがとう、バラ今日バラっぽいかな、いつもでした私の食べ物、そう、私の食べ物っていうか、もう私のおやつですからあれはだって誰も食べないんだもん、家族の人。私が柿剥いて、柿あるよとか言っても、あ、ありがとうぐらいしか言わないの。ありがとうは言ってくれるんですけど、なんかあんまり食べないんですよね。おやつは庭の柿、本当にそうだよ。家帰ってきて、おやつに柿食べようと思って柿の実取ってくるみたいなそんな余生みたいなことするんですかって思われると思うんですけど、本当にお腹減った、あ、柿あるよね柿みたいな気持ちです。ベムちゃんからなんかアヒルかな、アヒルが来てる、ありがとうございます。ブーブー、アヒルってブーブーとか言わないかな。中川家事園のエピソード無限にあるので、あ、やっぱ中川家事園の管理は中川千尋ちゃんが行っているので任せてくださいエコですね、ありがとうございます。ヤギ沼さん、エコです
書き苦手だけどちぐちゃんが剥いてくれたら食べますうちのねお父さんもね苦手じゃないんだけどあんま食べない人ですね。なんか柿って私はフルーツだと思ってるんですけど、なんかやっぱ野菜って思う方もいらっしゃるらしくて、なんか野菜なのに甘くて嫌だっていうのが確かお父さんの意見だった気がしますね。なんか例えばかぼちゃとかも野菜なのに甘いじゃんみたいな、なんかそれが嫌らしいです。本当に甘かったら甘くしてほしいだって。そうなんかいちごぐらい甘かったらいいだって。でもなんかかぼちゃとか柿とかなんか微妙ななんか、うん、甘いですねみたいな雰囲気がちょっとうんってくるらしいよ。自給自足焼きねお肉はダメだけどありますね。果樹園管理管理人です何もしないけど管理人とあのワンちゃんも一緒にいるんで、ありますね。分からなくもない、分かる気がするやっぱあるよねこういうのって思いますね。私は柿は立派な果物だよ。スイカも苦手なのかな。あースイカでもほぼ水だからねうちの家族はスイカは水っていう認識なんですよねやっぱ。確かにスイカも、スイカはどうなんだろうね、聞いてみよう。スイカ食べてる気がする。え食べてないのかな、わかんない。いつもえ食べていいよ食べていいよって言われるから私は全部食べるんですけど、スイカも食べてないのかもしれないです。わかんない、聞いてみるね今度。ほぼ水、えほぼ水だよあれはいやそういう認識です私たち赤い水、いや本当に水だと思う。だってウォーターメロンっていうぐらいだから水だよっていう結論です私たちには私たちにとって確かにほぼ水だけど、あとねみかんもほぼ水ってみんな言ってる。そうあとフルーツの話すると最近私とても青りんごにハマってまして、青りんごがすごい好きです。なんで青りんごにハマったかっていうと、なんかね赤りんごと、赤いりんごね、普通のりんごかな、今度ステージ上にスイカあるの楽しみに思ってます面白すぎる。なんかそっか水だからステージ上に置いてあるってことか一人だけなんかチコちゃんなんか水赤くない、えチコちゃん大丈夫みたいな青りんご食べたことがないから気になる。え青りんご、青りんごって言うのかなあれ、青りんごだよね多分。普通にスーパーに売ってるからみんな食べてほしい。なんか全然ねリンゴと味変わんないんですけど、赤普通のリンゴっていうのはもうここの赤みたいな、あここの赤なんか赤の感じのリンゴあるじゃないですか。でその横ぐらいに多分赤リンゴが3分の2市場のやつ占めてたら3分の1は多分青リンゴだと思うんですよ。全力で赤色派そうで青リンゴがあるのでぜひ食べてもらいたいです。あの味的にはあのほぼ変わんないんですよ。でも赤リンゴの方がシャキシャキ感が強いかなって思う。甘みも多分強いのかな、甘みっていうか酸味が強い気がするね。で青リンゴはシャキ感、シャキシャキ感っていうよりしなしなってたら悪いけど、なんかちょっと柔らかい感じがしますね。うん、青リンゴ昔食べたことあるけど最近ない気がする。えないのかな、 あるよねいやあるよえ東京にないのかもしれない、それはあるかもね。え、でもお姉ちゃんと食べたことある、今度探してみる。え、探してみてください。酸っぱい気がした。あー酸っぱいのかな逆に。なんで青りんごにハマったかっていうと、あのおばあちゃん家のお家にキウイがあるんですよ。キウイの木、あキウイって木からなるんですよ。私それ昔知った時すごいびっくりしましただからいつも言うのキウイは木からなるんですよ。え、みんないや知ってるよって感じだと思うんだけど言いたくなっちゃうから言うねでもキウイって木からなるんですけどそうキウイって木からなるので木からなるんだけどね。そうこうやってハサミで切れるんですけど、全然ハサミで切ってまあ半分に切ってこうやって、ちいこちゃんのショールーム始まってた。そう始まってました。そうそうそう、でこうやって食べるのよ。でその青リンゴじゃない、間違えたキウイね。そうキウイって最初取り立ての時ってキウイってあの 外の感じがねずっと変わんないんですよ。分かりやすく言うと柿だと最初青いじゃないですか。で青からだんだんオレンジ色になっていくんですけど、キウイの場合って大きさが若干変わるだけで見た目の変化、中身開けないと分かんないんですよね。
でも触ると分かるんですよ。でもキウイの木ってすごい高いところにあるから 2,3 メートル離れたところにあるからなかなか触れないんですよね。だからこうやって取ってみて、あ、このキウイ硬いなって思ったらちょっと 2,3 日置いとくんですよ。でその後食べるとちょうどいい柔らかさで甘いなって感じるんですけど、そのキウイが硬い時ってリンゴをキウイと一緒に置いとくとなんか柔らかくなるっていうのをなんかおばあちゃんから聞いたの私。で多分ママがそれ聞いててキウイをおばあちゃんの家からもらってまだちょっと硬かったからママが多分リンゴ、いやバーバがリンゴくれたのか分かんないけどリンゴをね置いといたの一緒にずっと置いといたの。そしたら柔らかくなってあんひゃんひって気持ちだったんですけど、その時にリンゴもう多分誰か買ってきたのかな。で赤リンゴと青リンゴがたまたま一緒にあったので、一個ずつあって、で大体私たちのうちってあの果物2個切るって決まりがあるんですよ。なんか一回の食事の時に2個切るっていうなんか決まりがあって、決まりじゃないけどある。ベムちゃんからだるまかな、ありがとうだるま、青だるま、え青だるまじゃん。青リンゴも食感両方あるよ。あーあるある、草感ある。あーうん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 、であるからリンゴ置いてたんですよ。で赤リンゴと青リンゴどっちも一つずつあったからお母さんにどっちも切ってもらって食べてたんですよ。でせっかくだからもう切ったらリンゴって中身ほぼ一緒だから分かんないですよね。だからせっかくだから食べ比べしようよ、どっちかどっちか当ててみようよみたいなこと言ってたので、あこっちが多分食べ慣れてるから赤リンゴだよみたいなこと言ったら青リンゴだったんですよ。でえ待ってちーか青リンゴの方が好きかもってなって、それからお母さんにリンゴ買うときは青リンゴ買ってきてくださいって頼んでます。なんか赤リンゴになりすぎちゃったか分かんないんだけど、なんか最近リンゴ食べててもなんかえリンゴみたいになっちゃってたの。だから青リンゴにしてからは全然飽きないですね。なんか夏とかも風邪ひかないために毎日の梨を食べてるんですね私。夏は梨と桃を絶対食べてます。で食あの基本的にチッチさんなんで食べれないんですよあんまり朝からなんか朝は絶対パワーつけないといけないのに食べれないから必ず梨と桃を食べてるんですよ。で買ってきてもらってみんなにも見てもらってパクパク食べるんですけど、でそれがあの季節ごとによってフルーツも変わってくるからリンゴになってたんですね最近は。でなんかでもリンゴなんか毎日食べてるとなんか夏はその梨と桃の交互とかだったんですけど、冬はずっとリンゴだからはあ、リンゴかまあバナナかみたいな気持ちだったんですけど、青リンゴにしたらとっても楽しくなりました。嬉しい。みかん、あみかんも食べてるでもみかんはでも静岡の人ねもう食べ過ぎてる、みんな食べてるからねこんにちこちゃん、自給自足できるのすごい。何種くらい食べれるやつあるの。何種類くらいあるんだろう、数えてみます今。わかんない正直言って、なんかねあまりにもちっちゃくて食べれないやつとかもあるんだよね。例えばブルーベリーとかあのリンゴとかうちのうち一応リンゴあるんだけどね、さくらんぼ系にちっちゃいんですよね。そうそうそう、たのちいこちゃんはよきね、よきよき、さすがにいつも食べるとそうか。そうやっぱ毎日ってか毎食ですね、1日だから3回食べるんですよだからさすがにそれだとなんかってなるんですけど、最近は全然大丈夫です。じゃがいも保存されたきりんご入れとくと芽が出にくくなる。そんなことあんの、初めて聞いたかもしれない。じゃがいも保管するときはいつもできるだけ 日に当てないようにするから、もう段ボールの中に入れて新聞紙も詰めてみたいな、もう真っ暗闇のところに置いてありますりんごもちっちさんに合わせてその大きさなのかなその通りです。これはおばあちゃん家によく泊まってた時があって、小学生の時かな、よくおばあちゃん家に泊まってたんですけど、おばあちゃんはあお父さん方のおばあちゃんね、だからかな分かんないんだけど、おばあちゃんは割とリンゴとか全部の果物4分の14等分するんですよ。でやるんですけどうちのママは6等分しますね、どのフルーツもそうかな、割と6等分します。だからね1個こんぐらいで6等分してさらになんか半分に切って食べるときもあります。だからなんていうの18すごいいっぱいですねなんかちっちなんかしかもちっちさんも全部それ食べれるわけじゃないからさらに小さくしてあるときもあります。
中川家はビタミン C たっぷりですね。あ、みんなうさぎさんなんで、みんなそんなんですね。リンゴ4分の1は結構ボリュームあるよね。え、そう、結構ボリュームあるんだよね。だからおばあちゃんち行く時いつもなんかめっちゃなんか大きいフォーク出てくるもん、いつも。チッチさんかわいい。え、チッチさん、チッチさんです、みんな。で、うちのお姉ちゃん、うちのお姉ちゃんはね、あんま気にしないタイプの人ですね。お姉ちゃんフルーツ剥くときね、割と適当に剥いてますね。彼女は割と適当に剥きます。前まで果物剥くの全部私だったんですけど、最近やらなくなりましたね。やりたい、やりたい、やんなきゃ。カイさんからハート100個、え、ありがとう、あ、ハートだよね。ハートありがとうございます。カイさん好き、カイさん好き、カイさんのことが大好き。カイさんありがとうございます。いいっすね。なんかこのリース鈴鳴らしたよねって思ったさっき。ありがとうございます。最近はそんな気持ちでやってます。中川さんが最近感じたのはそんな感じです。ということで、森永さんからのお題に答えていきたいと思います。なんかコーディネートしてくださいっていうお題だったので、私はとてもお洋服が大好きで、とてもお洋服が大好きです。なのでなんかインスタに毎日お洋服投稿してるんですけど、よかったら見てください。そんな感じのちょっとあのカラフルなやつがとても好きなので、そんな感じのコーデをメンバー全員にしてほしいとのことだったのでしたいと思います。ベムちゃんから I love you って書いてある、メールかな、メールが届いて、ありがとう。お手紙が。I love you。 あ、なんか、あ、靴下届いた、ありがとう。ベムちゃん届きました。ベムちゃんありがとうございます。そんな感じです、第3件は。ということで、ニーナちゃんからのお題に答えていきたいと思います。じゃあまずは森永ニーナちゃんからいきましょうか。森永ニーナちゃん、最近私気がついたんですけど、なんか襟がヒラヒラしてたりとか、なんかロリータ系のファッションしてほしいと思いました。なんかこの間なんか髪の毛かなのヘアアレンジの写真をツイッターに多分載せてて、なんか美容師さんにやってもらいましたみたいに載せてて、その時のお洋服が割とエレガントな感じだったの。エレガントが似合う子って大体ロリータも似合うんですよね。だからなんかロリータ着てほしいなと思った。皆さんどう思いますか。やっぱニーナさんさ、ニーナさんって感じで、ニーナさんは割となんか顔がなんかお人形さんっていうよりもなんか彫刻的な、彫刻的なイメージが私はあるんですよ。だからなんか美しいって感じじゃん。だからぜひロリータ着てもらいたいなって思いました。ロリータってお人形さんの子が着がちだけど、やっぱスタイル抜群だし絶対似合うと思うんだよね。絶対楽しい。ロリメン、やってほしい。なんかゴスロリじゃなくてロリータやってほしい。ゴシックじゃなくて、そう、わかる、お人形さ、そう、なんかやってほしいんだよねって感じです。どう思いますか。合いそう、合いそう、美人さんだし、そう、やっぱさ美人さんって割とそのあ、なんかすごいシンプルめなドレスとか着がちなんだよね、多分。やっぱ体のラインが綺麗だから、そういうとかこの辺とか見せたりとかすると思うんですけど、そういう感じじゃなくて、なんか襟がヒラヒラしててちょっと可愛らしい感じでも着てほしいんだよねって思います。私はあのロシアの方とかがロリータ着てる子っているんですよ、たまに。そういう画像を見るとやばい、勝てないって思う。そうって思うので、ぜひぜひそれをやってもらいたいなと思います。なんかニナベちゃんにはそういうのが嬉しい。ベベちゃんから拍手みたいなの来た。パチ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 。月さんからリース来た。え、月さんありがとう。リースでーす。すごい可愛いってベベちゃんが来た。可愛いよね、みんな可愛い。シーコちゃんなら勝てる。勝てるかな。勝てたい気持ちはある。なんかね、やっぱね、もうねすごい綺麗なの。なんかあキュルンみたいな気持ちになるので、ぜひ。ニナさん今あの髪の毛の色もねすごい、全然あのウィッグとかかぶんなくてもいいぐらいの髪の毛なので、ぜひやってもらいたいですね。じゃあ書いとくね。ニーナメウロリータ、ニナメちゃんにはロリータ着てほしいです。
お次 NEXT 次行きましょう。お次は誰にしようかな。島崎のゆりたそにします。ゆりゆりちよこちゃんクリスマスバージョンも可愛いですわ。可愛いですわ。今日はリボンつけました。ゆりたそはそうですね、なんか割とカラカラブリブリって言ってるんですけど、最近洋服割となんかちょっと大人ですみたいな、大人ですみたいな感じの雰囲気がしてるんで、なんかね、そのニキ割と大人っぽい洋服着てる子多いんですっていうか、私以外の子みんななんか大人じゃんみたいな服着てるよねなんかうちだけいつまでその洋服着んのみたいな雰囲気あるけど、私はもう全然いつまでもこの格好しますから、やります。ゆりたそ、ゆりたそです。ゆりですえ、ゆりは結構みんなシンプルな目な感じで着るよね。え、そう、なんか別に多分それが普通って言ったら変だけど、それがなんか割とスタンダードなやり方なんだけど、もう私が一人だけなんか走りすぎてみんながなんかそう見えてるだけなのかもしれないっていう気持ちもあります。ちいこちゃんそのままでいてね。え、もちろんもう言われなくてもそのつもり言ってくれてありがとう、嬉しい。ちいこちゃんスマイル大好き、嬉しい。なんかさ、スマイルでいる時とさ、スマイルでいない時のさ、あの差が激しいからさ、なんかえ、元気ですかって言われるんですけど、いつでも心は元気ですそう、しまちゃんはね、なんかね、ツインテールがね、私的にはとても似合うと思うんですよね。てか、なんかこの間ハーフツインめっちゃ似合ってたじゃんって思ったので、ハーフツイン着て、ハーフツインして、あとニットが似合うなって思ったんだよね。なんかね、すっごい前なんだけど、オーディションの時、しまちゃんが入った時になんかね、イヤリングしてたの。白いポンポン、白いこうやってふわってしてる感じのイヤリングしてて、え、可愛いって思ったの、その時。だからなんか本人はニット帽似合わないみたいなことを今日ツイッターでつぶやいてたんだけど、絶対似合うニット帽あるからって思って、ニット帽っていうか、なんかそういう、え、なんて言うんだろう、なんか手編、私はお姉ちゃんがよく手編みで編んでくれた帽子かぶってたんですけど、小学校の時、そういう感じの絶対似合う帽子あるからと思って、それをやってほしい。なんか冬って感じの洋服着てほしいですね。だから例えば、分かりやすく例で言うと、この間先日私があのイヤ、なんて言うんだっけ、あれ、イヤーマフした写真が多分インスタグラムに上がってるんですけど、そういう感じの洋服を着てほしいです。みんな急いでインスタ見に行ってね。なんか白いニットになんかイヤーマフしてふわっ白みたいな、おいたみたいな感じの雰囲気の写真を上げたんですけど、ぜひそれをしまちゃんにやってもらいたいですね。あと帽子、え、絶対あの似合う、あの毛糸とかの帽子あるから見つけようっていう気持ちですえ、しまちゃんにはぜひそれはかぶってもらいたい。なんなら私がちょっと貸したいぐらいの、一緒にお買い物するしかね、え、もうね、絶対あるからっていう気持ちです。真っ白ちゅうこちゃん可愛い気でした。え、ありがとう。もう一回見ていきます。見ていきましょう。ちゅうこちゃんコーデしましょう。ちーコーデです。高めのツインみたいな、なんか高めのツインっていうよりもちょっと下ろしてて、うわっ、見てる人わかるかな、この雰囲気。うちにこかさ、ツインテールするとさ、ツインテールみたいな感じなんですけど、わ、ツインテールぐらいの勢いのやつが見たいみたいです。しまちゃんは白いのがやってほしいですね。なんか私はイヤリングとかあんまつけないんですけど、ゆりちゃん割とつけてて、ゆりちゃんの借りて前写真撮ったことあるんですけど、いや、イヤリングって可愛いなって思ったんですけど、ぜひゆりちゃんにそれやってほしいですね絶対あるから諦めないで。そう、やってほしいです。モコモコよりね、なんかモコモコに埋もれてる感じが可愛いなって思いました。いいですね、ありがとうございます。じゃあユリアなんて書こうか。白モコって書いとくね。いや、モコモコって書いとく。モコモコ、え、じゃあうち後でなんか帽子探しとくわそうそう、そんな感じですね。キャップも似合っていいなと思った。あ、キャップかぶるとさ、髪の毛長いから全部髪の毛しまいたくなっちゃって、なんか全部しまうと男の子みたいになっちゃうんですよね。なんか顔が濃いから、なんかすごい、あ、顔濃い感じの子なのかなって思います。次行きましょう。お次、次誰にしようかな。ほうちゃんにしましょう。ほうちゃんです。ほうちゃんも割と最近大人っぽいよねほうちゃんね、可愛いのも似合うの知ってるの私。
ほうちゃんに何着てもらいたいか。え、みんなはさ、ちなみにどういうの着てもらいたいのかな。まあ本人が一番着たいの、本人が着たいって言ったものを着てほしい。私も好きな服ずっと着てきたので、みんなにも好きな服を着てもらいたいなって思います。なんかね、最初の頃にその服派手すぎないってすごい言われたんですよ、いろんな人に。でもいや、私はこれが好きだからって気持ちで何も言われても全然気にしないで着てました、ずっと。なんでそういう気持ちでみんなにも着てほしいです。うむうむうむ、ヤッホーちゃんはそうですね、ヤッホーちゃんずっと言ってるんですけど、ほーちゃんって意外とね、あれなんだよね、なんだろう、最近割とシンプル黒とか多いんですけど、まだ水色みたいなって思います。最近はほーちゃん真っ白になってほしい。あー、わかるかも。なんかね、黒が多くなったから、あれ見てほしいな、水色、なんか淡い水色が最近流行ってて、ちょっと今ここにあるかわかんない、あ、とても分かりにくい例えなんですけど、ここにある水色わかる、なんかこれのもっと淡い感じの水色が今流行ってて、その色着てほしいなって思います。あ、佐藤さんから水色のだるま着て、あ、そう、なんかそのそういう感じの水色です。佐藤さんありがとうございます確かに黒のイメージあるな。そう、最近黒多いんですよね。なのでほーちゃんにはちょっと淡い感じの水色着てほしいですね。なんかワンピースでも何でもいいんですけど、淡い水色って書いとこう。淡い水色着てほしいです。淡い水色で、まあ淡い水色だけ着てるとなんか、お、落ち着いてるねってなると思うんですけど、いや、もうチーコーデの一番大切なところは足元なんですよここであの全然関係ないあのキャンディーのタイツを履いてもらいたいと思いますなんか上半身だけ見ると、あ、今日なんかちょっとお上品な感じなんだねって見せかけといて、あの足はめっちゃ派手なの履いてるっていう、そこがいいところですガリガリソーダみたいなやつ、あー、ちょっと違う、なんか夕焼け、夕焼けじゃない、朝の水色って感じ、なんか白と水色が被ってる感じです。それはめっちゃチーコデになるやっぱね、大切なのは足元なんでぜひそこをやってもらいたいと思います。独特ってきたあのちゃんとキャンディーっていうのが大切なんですよね。やっぱそう、チェックとか、やっぱチェックのタイツとかにしちゃうと、あ、なんかそういうファッションなのかなって思うんですけど、やっぱそこはあのキャンディーの、あのタイツ履いてもらいたいと思います。足元のアピール、見せかけといての足元。そう、いや、私はそのコーデも2年ぐらい前のオーバードライブの MV の時にやったんですよ。そしたら中がタイツ脱いでって言われたのでそこは変わらずにタイツを履いてほしいです。タイツ脱いでって言われても着ててほしい上半身だけ見ると割とみんなと統一感あったんですよ、オーバードライブの時だから良かったんですけど、足元見たらやっぱなんかその時ね、走る MV だったのでちょっと足元がうるさすぎたのかなって思いました。なのでぜひそれでお願いします。あ、2杯とかでもいいんですけど、多分今寒いんでタイツでお願いしますちなみに私はあのめちゃくちゃニーハイが好きです。ニーハイ好きです。でも最近膝下とか膝下のソックスとかも割と入ってますっていう感じで、ほーちゃんはそのあの服が着てほしいなー。で、次あれにしようかな。じゃあちなっちゃんにしましょう。ちなっちゃんということで、ちなっちゃん来ました。ちなっちゃんは割となんか最近のなんかアイボリーみたいな、私のイメージねなんか白じゃなくてアイボリー系女子って勝手に呼んでるんだけどやっぱインスタグラムとか見る感じ、なんか、あ、淡い感じなんだなって伝わると思う。やっぱりなんか今流行りの、あ、インスタグラムの子っていう気持ちね。だから例えば、まあ、クマさんとか大好きだ、だからなんかそういうのが似合うのかなって思ってる。本人もそれが好きって言ってる。アイボリー、え、わかる、この白じゃなくてアイボリーっていうのがちゃんとなんかちょっときついでほしい。ちょっとアイボリーってどんな色だっけって思った方はちょっと今すぐ検索してほしい。アイボリーっていうのがいいです最近はいいです。確かにわかりますわかるかなみんなわかってほしい最近の中川のチーコーデで言うと、なんかクマさんのスカート出したと思う、スカートを多分履いたと思うんですけど、
そのクマのそのスカートがちなっちゃったんだよっていう気持ちです、私的にはね。でなんかそれをさらに加速させていくと割とロリータに近くなってくんだよね、クマって。だからその進化させたバージョンにちなっちゃんなってほしいですね。ちなっちゃんやっぱ大人になってきたからさ、あんまブリンブリンな洋服とか本人多分着ないと思うんだけど着てほしいです、ぜひアイボリーイコールクリーム色みたいな、あ、なんかねクリーム色までいかないのよ、そこが難しいのは。そうそうそう、なのでぜひちなっちゃんにはそこをやってもらいたいなと思いますだってなんかめっちゃ大きいクマとか、まあ、持っててほしいし、やってほしいなと思います。であと個人的に見てみたいなっていうのはめっちゃスタイリッシュな感じのシュ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 っていうのが見てみたい気持ちもあります。でもあと最近私気がついたんですけど、なんかブーツがちょっと流行って今、やっぱ足元強調させるためにそのブーツも強化していきたいなと思っててまだ自分ではできてないんですけど、なんかブーツもデコレーションしてる人を見つけて、私あブーツデコんの可愛いなと思ったので、ちなちゃんにはなんかブーツをすごいデコってもらいたいなと思います。ありがとうございます。ブーツの季節はね、そう顔のブーツね、そうだからそれをやってもらいたいと思いますエアコンの室外機ぐらいの白加減難しいけどそれかもそうかなって思いますね。私的には象牙色だっけ、あーなんかそんな感じですね。あ象牙、あ象牙はいい表現かもしれない、象牙だね、うんいいと思います。なんでちなちゃんにはなんかブーツも全部デコってもらいたいです。なんかスパンコールとかつけてもいいし、なんかストーンとかつけてもいいし、いろんなものやってもらいたいですね。ねちなちゃんの時ってブーツストーンって書いておこうって感じです。気持ち的にはあアイボリーって書いておこう。私はアイボリーですっていうのをあの全面に強調した服を着てもらいたいっていう感じですね。次はじゃあアミちゃんいきましょう。アミちゃんは割とね、私の考察って言ったら変ですけど、割とね肩出しがちなんだよね。肩と、そうだね、肩だね、肩よく出してる。肩こうやって開いてる服あるじゃん、それアミちゃん着てるなってイメージある。いつもえ寒そうだなって私は思って、アミちゃん寒くないのって言うんですけど寒くないですって言われます、いつもすごいすごい気になる、いつもそうです。なんでやってほしいですね。わかる、あわかるわかるかな、寒くないのかなって思わない。中川さんって割とさ上半身あったかいんだよね足は出すけど、足出すって言ってもそんなこんぐらいですよそうなのでよく見てるな、いや毎日会うんでこんばんは、こんばんは。なんかアミちゃんって割となんか肩とか出しがちなイメージあるんですけど、もう全部しまって温めてよっていう感じにしたいと思います。あすごい好きな曲来たですね。アミちゃんはなんかアミちゃん、私この間思ったんですけど、お祭りの時に着るジンベイめっちゃ似合うなって思ったの。わかる？ジンベイってあの浴衣じゃなくてなんかパンツタイプのやつ、あれめっちゃ似合うなって思ったの。なんかわかんない、どっかで見たのかな、なんかチェキ会でやってたの見たんですよ。色合いは急に色合いはアミちゃんの色ですか？あそういうことだよね。アミちゃんも割とあれだよね、アイボリー系女子じゃない？アイボリー系女子が似合うと思う。なんかめっちゃピンクとかじゃないと思うんだよね。ジンベイ寒いよいや寒いんだけどねいやなんか似合うなって思ったんだよ、わかんないけどそうだからそうだったし、割とねアミタもアイボリー系女子似合うと思う。なんか多分私みたいなジャケンがメイク大好きですとか蛍光色の靴下履いてますとかキャンディーのタイツですとかじゃないと思うんだよね。ちなちゃんタイプだと思う割とジンベイは時期がそういや夏だったらジンベイ着てほしいですね
って思いました。私的にはピース、アイボリージンベ難しいよね。でも最近なんか私すごい成人式の振袖とかすごい見るの好きで今どういうのにしようかすごい考えてる。すっごいブリンブリンに可愛いのか、めっちゃシンプルな赤に金色の帯みたいなのにしようかすごい迷ってます。まあ、先にお姉ちゃんがいるんでお姉ちゃんの見てから決めるんですけど、そんな気持ちですそうっていうのがあります。私的にはそんな感じですね。あみちゃん、次はまーちゃんですね。まーちゃんいきます。まーちゃんも割とあれでしたね、最近って感じだと思います。チコちゃんには人と被らない色着てほしいでも高校卒業したら全然違う髪色とかやりそうやりたい本当に。まーちゃんですね。まーちゃんは割と大人っぽい服着てるんですけど、まーちゃんってやっぱ顔があのキルンキルンなので、あの個人的にはすごい身長が高いんですけどキルンキルンの洋服着てほしいっていうのがありますどういうキルンキルンなの着てほしいかっていうと、もう絶対まーちゃん嫌だって言うと思うんだけどなんかちーこがちょっと前にあれなんですよね、なんだっけ、あ、ショッキングピンクのちょっと襟がついたワンピースを多分インスタグラムに上げたことがあるんですけど、それを着てもらいたいですねまーちゃんって時代っぽい服持ってるよね道着ってことまーちゃんは可愛い服着てほしい。え、だって顔がキラキラだからね、着てほしいですね。まーちゃんにピンク、まーちゃん今の衣装ピンクだよ。だって嫌がりそう。え、絶対嫌がると思う。絶対着ないって本人は言うと思うけど着てほしいです。お人形さんみたいだしね、着てほしいよね。まーちゃんキルンキルンコーデでムムキュンしたい。え、してほしい。まーちゃんには本当にキルンキルンの洋服を着てほしいです。絶対着てくれないけど、その洋服になんかそれ割とシンプルめなんであれもやってほしいですね。なんかバッジとかいろんなのつけてほしいです。リボンとか大きいリボンつけてほしい。大きいリボンつけてほしいですね。大きいリボンの参考例で言うと、私がインターネットサイン会の時に着てたニーナちゃんと一緒にやった回、前回のインターネットサイン会でやっぱピンク色のリボンにユニコーンがあったと思うんですけど、それですね。それを着てほしいです。大きいリボンつけてほしいね。つけてほしい。竹春ちゃんからハート100。え、ありがとう竹春ちゃん。竹春ちゃん好き、竹春ちゃん好き、竹春ちゃんが大好き。竹春ちゃんありがとうって感じです。じゃあラストいきたいと思います。ラスト、カジシマあやちゃん。やってきました、カジシマあやちゃん。カジシマあやちゃん最近なんかあれなんですよ、ちょっとスタイリッシュのズボンとか履いてるんですよねあとちょっと厚底のなんかちょっとヒールがある靴とか履いてるのをちょっと見かけてしまって、あ、カジそういう服着るんだっていう風に思いました。なのでそういう服着てほしいんですけど、カジめっちゃスタイルいいからぜひショートパンツに2杯とかやってほしい。でなんか上はなんだろう、私基本的に襟がついてるのすごい好きだから、なんか襟がついてるのなんか中でもなんかこういうタイプの襟と襟っていうかなんかリボンタイプのやつがあるんですよね。どれって言ったら分かりやすいのかな。あ、私がメガネおうち機械やった時に着てた白いスケスケのやつがあると思うんですけど、それ着てほしいですね。それになんか合わせて着てほしい。なんかこういうタイプの襟っていうかリボンですねがついたの着てほしいです。トゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ、意外とスタイルいいんだよね。意外とって普通にスタイルいいですよそうだからそういうの着てほしいなって思います。なんかあとカーディガンとか着てほしい。でもね、カジめっちゃ撫で型なんですよ。もうこんなんだったこの間鏡並んでこんなんだったから、でもカーディガン着てほしいですそうそう、ちょっとね参考画像見つかるか分かんないんですけど、そういうの着てほしいです。今日カジは可愛く着てたそういいと思います。そうだからぜひそういう服着てもらいたいです。
メンバーの方には、で私の個人的な意見としては、なんか私は多分30歳とか40歳になったらいくらでもかっこいい服とか着れると思うんですけど、割と顔もなんかキュルンキュルンなのもいけるし、なんかちょっときつい感じでシュッシュッっていうのどっちでもいけるお顔なので、なんか若いうちはすっごい原宿系のファッションして、大人になってからスッスッスッみたいな洋服を着たいと思います。なのでそうです、20代の間ぐらいは多分ずっとなんか、えそれこそれどこで買ったのみたいな洋服を着続けたいと思います。まあ検討が変わっても皆さん何も言わないでください。まあ全然言ってくれてもいいんですけど、よろしくお願いします。お顔が強い、なんかうちのお顔が強いってさ、なんかさどこでも勝てるっていう意味よりもなんか物理的に強いみたいな、なんていうの、攻撃性があるよね。そうやってきたんで、これからも見守ってます、ありがとうございます。そう割となんかピープス系の洋服とかも大好きなんですけど、そういうのやりたいと思います。ベムちゃんからいいね、いいね、グーグー。物理的になんかさ、なんて言うんだろうね、なんかどこに行ってもチクちゃんの顔は可愛いねっていうよりもなんか圧が強いっていう感じだと思うんだよね、やっぱり。って思いました、個人的に。なんかやっぱでもすごい可愛く写真撮れた人かはお姉ちゃんとかに送って、えめっちゃ可愛いんだけどわらとか言うんですけど、まあね可愛いとは思うんですけど、そんな気持ちでいつもやってます。フォースの、フォース的な強さがあります。君は可愛いと言うだろうっていう感じですかね。圧力、そうなんか圧力で打ち勝ちましたみたいな。ちょっと例えが難しいんですけど、そういう顔だなって思います、個人的には。かわいい、みやちちゃんから来た、えありがとうみやちちゃん。嬉しいです。やっぱさ写真とか撮ってえ今日もかわいいって思う、そんぐらい毎日元気に暮らして、あいまー、最近は調理実習やって、なんか3人半でやったんですけど、女の子3人でえこれ誰でやるの分かんないとか言いながらやったのがすごい楽しかったです。そんな思います、今日も可愛いって思います、ありがとうございます。今日も可愛いです。やっぱ可愛さの基準って違うと思うんですけど、人それぞれの可愛さがあると思うので、まあ認めなくてもいいんですけど、あそういうのもあるんだなっていう風に思ってもらえたら嬉しいなって思います。やっぱ何見てもさ、やっぱゾウさん見ても可愛いと思うしさ、ゾウさん見てもえ強そうしか思わない人もいると思うんですけど、いろんな可愛いがあっていいと思うので、いろんな可愛いを目指していこうと思います。レベル上げて物理殴ればいいですね。レベル上げてきます。親子丼美味しそうでした、ありがとうございます。嬉しい。嬉しいです。だから最近はそんな日々を送ってあります。みんな違ってみんないいですね。そうですね、裏の可愛さがっていいと思います。ちょっとクマさんが見えなくてかわいそうなんで、こっちもできます。お見えた。好きなものを追求します、追求します。なんか好きなものがその次に発展してくれればすごいいいなと思ってて、だから最近なんか前まで好きっていうのにすごい躊躇があったんですけど、最近はえかわいい、え好き好き好きってかすごい言うようになりました。そうそう、やっぱ好きなものを増やして、なんかえ今日も好きかわいいってなれたら、私はなんかすごい楽しいなと思えるので、最近はそういう風にやってます。ノーマルキャラさんに戻っちゃったか。そうなんです、ちょっと一回戻っちゃいました。てかよくみんな覚えてるね。そのままつまったんです。かわちいかわちい子、たのちいこちゃんって言ってみたらいいと思います。好き好き好きが多い方がいいですね。あーでもわかんない、好きが少なくてもいい方がいいですっていう人もいるし、まあ私は好きが多い方が好きです。すかすかなんかね、誰にも寄り添える人でいたいと思います。なんかやっぱりずっとお家にいて、ずっとここにいるとなんかよく分かんなくなっちゃうと思うんですけど、
まあ今日もちいこちゃんがなんか輝いてるねぐらいの気持ちで言ってくれたら嬉しいです。ナマステ師匠ちゃんからハート100ありがとう。ナマステちゃん好き、ナマステちゃん好き、ナマステちゃんが大好きや。ギャ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 、ありがとうございます。なんか好きだ好きだありがとうございます本当に。ということでランあその前にお題を発表したいと思います。明日の配信者は梶島あやちゃんです。お上品な拍手の仕方、やっぱさ、あの人ってあの変われるんですけど、やっぱ根本的には小さい頃から積み上げてきたものなんだなって最近思うので、てか今の自分を大切にしたいと思います。梶島あやちゃんです。まあちゃんじゃないの、梶です。梶になりました。そう、明日ちょっと急遽変更になって梶になりました。お上品に佐藤さんが楽勝、ありがとう。じゃあお題、あそうお題はだけ発表して終わってた今お題を言おうと思います。お題はですね、カジが思うチーコでやってみてください。どうかな、カジが思うチーコでをやってみてくださいっていう感じです。よろしくお願いします。どんな感じになるのかな、めっちゃ気になる。カジがカジってチーコーデのことどう思ってるんだろうっていうのが気になったので、ぜひやってもらいたいと思います。カジーコーデ、カジーが思うチーコーデどんな風になるんだろうね、なんかね、どんな風になるんだろうっていうのもちょっと自分的に気になったのでやりたいと思う、見てみたいです。カジー何でもやってくれると思うんでね、なんか全然関係ないの来たらめっちゃ面白いけどねやってほしいです。カジお願いします。ビジュアリーマンってなんだっけ。じゃあランキング発表したいと思います。第3位ゲティちゃんです。ありがとうございます。ゲティちゃんキュンです。ゲティちゃん2位がドゥ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 ポン佐藤ちゃん。佐藤ちゃんありがとうございます。佐藤ちゃん好き好き好きやということで1位ベムちゃんですね。ベムちゃんありがとうございます。ベムちゃん好き、ベムちゃん好き、ベムちゃんのことが大好き、ありがとうございます。カジーコーデみんないいこと思いつくねうんうんうん、ワイ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 そもそもその服持ってなくて合わせてみるところ目に浮かびます私もちょっとそこが見てみたいっていう気持ちもありますね。それそこが見たいね、もはやということで皆さん今日も配信見てください。ありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。本当にありがとうございました。ありがとう、みんな見てくれて。ちいこちゃんはそんな気持ちで過ごしております。あ、近々ブログあげます今ねちょっとねちょっと下書きに書いてあるんですけど、なかなかうんこれじゃないって気持ちだったのでちゃんとあげようと思います。おっぽっぽっぽ、今日昼まで、おー大変だったね。お疲れ様でした、お疲れ様でした。告知、はい、12月の27日に単独ライブやります。2日遅れのクリスマス公演。この通り私はクリスマスの気分ルンルンでやってるので、ぜひ来てもらいたいっていうのと、あとはですね、その次の公演、あその2部ですね、2部は2020年年末ラストライブということで、単独ライブはここで最後になるので、2020年のアップが2期はここでしか見れないっていうのがあるので、ぜひ見てもらいたいと思います。よろしくお願いします。見てね、知っててね、皆さん見てくださりありがとうございました。それでは以上、強く生きるちいこことの川口ひろでした。ありがとうございました。強く生きる、あ弱くても生きていいんだよっていう気持ちです。じゃあね、みんな見てくれてありがとう、本当に嬉しい、うれちいこちゃんでした。
バイバーイ。あ、よかったらフォローしてて、ファンルームで。